ハ部トリアサカは年度作家でアートクレイインターナショナル協会日本リボンワーク協会の主催者で会長。全国に約500名の生徒、講師が在籍。教室数は本部直轄が8カ所、公認教室が約70カ所。アトリエ協会本部は大阪市内。岐阜県岐阜市出身。岐阜市立梅林中学校卒業。 岐阜県立ながら高等学校卒業、堺女子短期大学卒業。OL、モデル、主婦を経て、現在に至る。次女の母。ハット入り朝香のグラスクレイアートと称し、A 社オリジナル製で無臭で手の汚れない、自然乾燥の樹脂粘土、グラスクレイを使って、19世紀後半から20世紀初頭に、西洋で開花した、アール・ヌーボースタイルと、大人可愛いをテーマ。 粘土単体ではなく、粘土、白磁器、粘土ガラス、粘土ウッド、粘土アイアン、粘土ペーパー、粘土布、粘土ビーズ、粘土、フェイクジュエリー等のミクスチャー的考えと、様々な特殊技法、素材、道具、完成デザインで、アーティステックで実用的なインテリア小物やアクセサリー、生活雑貨等を制作する作品スタイル。グラスクレーアートの普及。 女性の自立と自分磨きを目的に教室運営、講師育成を主に活動している。一つ一つの作品を短期間で制作、完成させるのが特徴。また、2015年10月、リボンワーク、デコール・リュバンのカリキュラムも開講。大人可愛いをテーマに斬新なオリジナルデザインのリボンワークが特徴。ありがとうございます。